まあ、じゃあ、FX でどうすれば損しないで、それなりのトントンでいけるかっていうと、例えばね、今、あ、スマホあるかな？まあ、FX のお話な、スマホ今充電中。充電中だったら、まあいいや。まあ、どうしたら FX であんまり大負けせずに、それなりのプラス益が出せる確率を高くするのかっていうことなんだけど、まあ、例えばね、今、140円だとユーロが140円でショートっていうね、売るポジションを持つとして、で、1円で、もし逆行するとする。0.1億だったら逆行しても1000円しか損しないから、0.1億と逆行して、で、それはもし5円逆行して145円まで上がったら5000円の損失で、5円動いたらさすがに上がりすぎだから、その上がりすぎたところで、大きくショートを取る。5ロットとか10ロットで。0.1億で試して的にポチってみて、で、損するんだけど、一時的には。で、大きく動いて損が膨らんでってところで、もう5円、10円動くと、さすがに為替もそれ以上反応した、上がらなくなってくる。天井っていうのが見えてくるから、で、そこでショートポジション取れば大体、利益が出せるね。そう、FX っていうのは大体天井が決まってるから、ある程度はね。青天井っていうのはないんで、いつか、調整って感じで落ちてくるから。そう。もうね、正直言って、もうテクニカルはそんなに FX だね。テクニカルはそんなに大事じゃないね。テクニカルって言って勝てるような世界じゃないからね。正直言って、長期目線で見る経済指標っていうか、大体どれくらいまで上がるのかっていうのを予想しといて経済指標を見てね。まあ、経済状況、ファンダメンタル分析っていう経済状況と分析して、まあ、為替ってやっていくもんだよね。テクニカルは、一時的に勝てても永遠に勝てることはないから危険だね。RSI ってやつがあるんだけど、あれも結構危ない。